今日のヘラクレスチャンネルは雷神ランドマーク、はい、3月6日にやる大会でね、はい、メインイベントが平本選手対鈴木選手、はい、来ましたついに、ね、平本選手と芦田1回試合してるもんね、はい、MMA でやりたいとあんまりない、まあ、なんかでもこの試合ちょっと 見て芦田とって言っても相性良すぎじゃない？良すぎですね。足立とやっても下になっても上になってもとりあえずしがみついちゃったらもうさすがに、はい、足立今寝技自信あるでしょ？自信、はい、あります、ね、やっててやっぱ足立昔のイメージがめちゃくちゃ弱いなと思ったんだけど最近マジ強いね。自信あるでしょ？結構、はい、研究もかなり進んで、ね、ちょうど目の怪我でやることが本当練習できなかったんでひたすら寝技の動画とか見たりとか。あと太りすぎじゃない？そうですね今ちょっと今ないんですよ。79キロぐらい。そうですね。でかいよ。俺だって普段71だもん。なんでちょっとこの、ね、ダイエットしてます。してます、はい、でかさもやっぱ強さの中に入ってるんじゃない？なんかすごい重い感じがするんだよね。スパーリングやってると頑張って痩せます、はい、じゃあ試合の予想。そうですね。やっぱりどっちかって思う。僕は平本選手なんじゃないかなっていうのを思うのが、うん、結構鈴木選手の試合を今までの見てるともうしっかり打ち合ってるんで、あ、なんつうんだろう、その打ち合いに強いか。打ち合いってなるともう平本選手はどうしても軍配上がっちゃうんじゃないかなっていうのを、うん、ただそういう予想して萩原選手と平本選手の時、うん、思いっきり僕も予想外しちゃったんで、本当蓋開けてみないと分かんないっていうのもありますけど、僕はまあ平本選手かも。でも1年ぐらい。そうですね、1年1年ぶりぐらいの試合なのかな。1年以上経ってますね。前の MMA の萩原選手とやってから大晦日だったんで、2020年の大晦日だった。いや違う。あ、そうだっけ、はい、やったんで2021年は出てこなかった。どのぐらい進化してる。そうですね。でアメリカにも行ってました。進化がどれぐらいしてるのかっていうのが気になります。でもなんかこう言っちゃうとなんか難しいんだけど、そう簡単にレスリングって覚えないんじゃない？俺が教えようとさ、はい、そのめちゃめちゃ時間かかるから。アメリカ行こうとはっきり言って関係ないですね。レスリングだけで言うんだったら別にアメリカと日本そんなに、俺もアメリカの代表のやつに勝ったことあるし、軽量級で言ったら日本の方が強いかもしれないんで、まあ、そこはねアメリカ行ったからどうこうってわけじゃないと思うけど、レスリングね本当に一番時間かかるから。いや、ね、やってて思うでしょ。見よしみよし、なんか感じております。俺もさそんなにレスリングやってなくてもさ、はい、テイクダウンするの全然苦じゃないんだよ。やっぱね、みんなでやっててもさ、はい、めちゃめちゃ丁寧に言っててもテイクダウンできちゃうじゃん。なんかそういう風にさ、はい、もう子供の時からやってるから、うん、だからここ1年とか2年でものすごい強くなったっていうのはなかなか難しいと思うよね。やっぱあんまりいないですね、そういう人が。いないでしょ。なんか俺だけ特別みたいにないから、はい、寝技だってそうじゃない。3年ぐらいかかる。そうですね。どんなに、なんつうか運動センスある人でもやっぱ時間もかかってる、うん、だからね、俺の、ね、予想はこれ打撃が強い方が勝つと思う、うん、組に関しては、うん、2人とも、まあ、はっきり言ってそういうレベルじゃないじゃん。そうですね、はい、ね、まあ、なんか自分よりさ自分が勝てそうなやつに喧嘩売るのってすげえダサいと思うんだけど、だから足田はやらない、言わないでしょ。それは言ってたのはその、ね、ウルカ選手とかだったら、はい、まあ、周りもどっちが勝てるんだろうなみたいな、はい、でしょ、まあ、これはさ平本選手から絡まれたら絡みはするんであれなんですけど、まあ、でも実際やったところでさあんまり。そうですね、うん、MMA だとね今のところは。ただこれ長続きしてもうほんと5年とかやったら強いと思うよ。そうですね、まあ、2人ともね、はい、みんなさ突出してる。そう、続かないんでね、うん、やっぱりなんかこう諦めちゃうっていうか、うん、宮沢は本当にそういう結構時間かかっちゃうから、特にレスリングなんかはね、ちっちゃい時からやってないとなかなか難しいのもあるし、これ平本選手はサウスポーに対しての打ち合いがめちゃくちゃ強い。強いですね。はい。
オーソドックスだから、これ鈴木選手がサウスポーだったら、うん、もう十中八九平本選手が KO 勝ちするかなと思ったけど、はい、オーソドックスだしちょっと変則だから、うん、分からないけど、俺も、まあ、平本選手勝つかな、うん、でやっぱり平本選手自身になったらここ絶対負けられなくない、絶対怒られない、ここまでやっぱり、はい、あの大きいこと言ってここまでのやっぱさ人気というか注目度浴びて、俺はそれやっぱりすごいと思うんだけど、それすごいよね、すごい、それはね本当にすごい、だってこれおとなしく言ってたら多分ここまで注目されてないから、そうですね、ね、だからこれは本当にやっぱ みんな注目しちゃうもんね、すごい、平本選手勝つのかなとかね、なんとなく、まあ、鈴木選手がどれぐらい以上張るのか、ね、うん、そうだね、はい、あとはこれで、あ、うちのクーヤ出るじゃん、はい出るじゃんとか言ってましたけど、クーヤはこれ作戦になっちゃうからね、はい、だけど客観的に見ても打ち合いでしょ、これはもう面白い試合になると思います、お互いにお互いに狂ってそうだもんね、はい、いや俺あの上選手知らないんだけど、はい、まあ、見た感じどう見てもなんかクーヤと同じ匂いがすごいし、うん、なんか指名手配犯みたいな2人に並んでもう名前もフルスイングなんで、ね、うん、うん、どうだろうな、クーヤがクーヤよりヤバいやつってなかなかいないと思うんです、ね、まあ、私生活ちょっと上選手わからないんであれですけど、うん、どうだろうな、まあ、クーヤに行けとしか言ってないけど、はい、まあ、これはまあ見たいよね、もう、うん、俺も一応セコンドつくんだけど、はい、なんか普通に見たいなと思って、見てみたいですね、はい、激闘な、これね、でこれ最後は庄司さん、庄司さんですね、庄司は全然これ打ち合うでしょ、庄司は多分いろんなの分かってるから自分のその立ち位置というか、うん、求まれ、慣れてることが、うん、そう分かってるじゃん、常に分かってるですね、うん、だからここは打ち合いでいくから、はい、なんか MMA で言ったら固くいったらやっぱ庄司の勝つのかなとは思うけど、そうですね、打ち合いしたらマジで分かんない、ね、鈴木選手は打撃やっぱり相当強いでしょ、はい、やっぱ長いですね、うん、シュートボクシングが一回シュートボクシングでオファー来たんでやめたんだよ、なんかシュートボクシングってあのグローブ、はい、あれで投げるの大変だなと思って、ああ MMA ね、うん、ガートのシュートボクシングでやったんだけど、はい、掴めるんだったらやろうかなと思ったけど、はい、シュートボクシングの人このまま投げるのってすごいよね、すごいですね、こうやってやるのも結構ね、綺麗にジャマとかやる、うん、だからもうそれ自信なかったから俺の場合こうクラッチ組まないといけないから、はい、だから俺ら世代ぐらいからもう強いって言われてたから、うん、結構もう怪物くんの名前で有名ですね、純、うん、ね、粋な打撃だったらやっぱ鈴木選手のがちょっと上で、ね、完成度が多分ね、何でもできるじゃん、打撃っていう完成度が違う、うん、だからまあもっとそう固くいけば庄司で、はい、がっちりいったら、まあ、鈴木選手なのかな、これは庄司の出方によるよ、ね、そうですね、庄司さんが、ね、うん、意外と萩原選手とやった時テイクダウン行ってたんで、あやっぱ勝ちたい今やっぱ勝ちたいよ、それね、楽しみね、一戦ですね、こんな感じか、はい、でもランドマーク3試合だけどこれお金払う価値あるでしょ、ありますね、全、ね、試合、はい、さすがランドマークね、大事ね、はい、まあ、メインが楽しみです、なんかね、俺のねツイッターとかなんかで足田を出してやってくれとかってよく言われるのよ、はい、ありがとうございます、よく言われるとかよく書かれるんだけど、はい、YouTube とかで、はい、足田がちょっと怪我したりとかタイミングが悪いだけなんだよね、試合のオファーとかもう相当いただいてるし、いただいてます、はい、ね、タイミングが悪かったり、あとはまあなんか急に流れちゃったりとかねしてるだけなんで、まあ、足田一番弟子なんで、はい、これがね、足田を見ないわけじゃないので、はい、ここら辺はね、これ言っとこうかなと思って、いや、そうですね、誤解が、ね、雷神が誤解も生まれちゃうと思うので、うん、ファンからのね、足田は近々出ると思いますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。